ペンネームルルさん、42歳の女性からいただいお悩みです私は男性不信でマイナス思考が治りません私は以前風俗で働いたことがあり奥さんや彼女がいても風俗に通う習慣がある男性を大勢知っていました男性の子孫繁栄の本能は悪いことではないけれど私にとっては 他の女性を抱く習慣があることを奥様たちは知らないんだと思うとひと事とは思えず今いる好きな人も風俗に通う習慣があるし風俗など浮気をしなくても暴力を受けたこともありシングルマザーでもまだ子供を産みたい気持ちはあるけれど男性の女遊びを疑ってしまう癖が治りそうになかったら精子バンクに頼ることや同性愛に目覚めねば良いのではないか。 と毎日同じことを繰り返し考えています水商売の風俗で働いて男性不振が治らなくなった女性は独身で生きていくべきなのでしょうかどうすれば治るでしょうか女遊びや暴力のない男性がいたとしたら私の年齢ぐらいになるときっと既婚者が多いと思うし若い男性からすると年上のシングルマザーとは覚悟が決められない人が多いだろうと思うし そんなことを考えてしまう私は欲張りなだけでしょうかお忙しい中恐れ入りますが処方箋をお願いします仏教に愛欲という言葉があります愛仏教ではこの愛愛欲というものは私たちの人生を錯乱させる心を錯乱させる断ち切るべき衝動 煩悩としてて扱われていますそんなことを聞くとえ「愛は大事なものじゃないか」とおっしゃる方があるかもしれません歌でも本でも古今ここ東西人々は「愛」という言葉を大切にまた「愛」という言葉に憧れと 同時に失望を抱いいてきたという歴史がありますこれほどまでに愛ということが叫ばれでもこれほどまでに愛で傷つきだからこそ仏教ではこの愛という言葉愛を愛欲と呼んで手放すべき衝動として扱っているんですね。 でなぜかというと、愛という言葉は一見非常に美しい響きを持ち、私たちが憧れる言葉のようなんですけれども、その定義がはっきりしていないんです。愛とは何か。これを明確に答えられる人っていうのはなかなかいないと思うんですね。自分が大恋愛をしている時には、愛とはまさにこの気持ちだよと。この彼女を思う気持ちだよ。 思うかもしれませんがひとたび仲がこじれて二人の関係がうまくいかなくなるとねそうするとその愛とやらはどこへ行ったって話になるじゃないですかですから愛というのは非常に壊れやすくそしてまた愛というものの分かるようで分からないなぜかというとこの愛という言葉一人歩きしている愛という言葉がそもそも 愛とは何かという定義がはっきりしていないからなんですさてこのはっきりしていないものが満たされないとどうなるかいつもこの一問一答でも話していますけれども心心がが汚れるるつまり、ンンが心に出てくるんでですすねのの三毒のンンです私たちの心は私たちがこれが欲しいとこういう状態になりたいと欲したものが満たされないと どうなるかというと、そこに怒りが出てくるんですそれが、物であっても、人であっても状況であっても、何であってもいいんですけれども私たちが思ったように私たちが望む通りにならないと怒りが出てくるんですそれが自分の恋人であろうが一時期ね、あの非常にこう愛を交わした熱,熱愛をした激愛をした人であれば、あるほどですね恋人とか 大事にしてたあ奥さんとか、えー、夫とかひとたびそれが崩れればですねどうなるか自分が望むような愛の状態が実現しなかった場合にはどうなるかというと怒りになります恨みになりますということで実は愛というのは仏教ではとても危険な状態として扱われる、ね、危険な衝動としてね扱われているんですね実はルルさんのような お悩みはこの一問一問答ににも非常にたくさん寄せられます自分の恋人彼氏があるいはご主人が風俗に通っているキャバクラに通っている風俗に通っているということであの女の子の名刺を見つけてねそれでものすごいショックだったと。でそれが1回ならず2回3回と発覚してもう何度目かわからないっていう。 あのそういう女性側からのお悩みというのも挙げられます。で一方で、えー、男性側からの逆のお悩みも上がってきます。それはどういうことかというと、自分の好きになった人が自分の恋人が自分の奥さんが子供もいるのに風俗で働いている。今あの非常にシングルマザーで風俗で働く人っていうのが非常に増えているという。 ことでまあ、私も幼稚園とか子ども関係の仕事に関わっていますのであの私の兄も保育園を何円か経営していたりとかしますし、えー、この私のいる福厳寺でも境内の中にですね学校法人で幼稚園を経営していますけれどもそういう中で、まあ、子どもが小さいでいろいろと事情があるんでしょうけれどもお母さんが風俗で働いているっていう人たちもいらっしゃったりします。で その男性側からですねやはりこの自分がの恋人とか奥さんが風俗で働いているってことが分かって自分はどうしたらいいんだっていうことを悩みとして上がってきたりします。ルルさんは今自分の自分は風俗で働いていてそしてその業界にいればね既婚の男性もいっぱいいらっしゃったりするというところで自分の男性というのはみんなそうなんだと。 男性というのはみんなそうやって奥さんがいながら彼女がいながらそうやって風俗に通ってくるんだっていうところでその業界に入ったからこそその現実というのを見てしまったってあの私の知り合いで中古車の販売をしているる人がいるんですねでその人はもう中古車の,その車の販売という世界を見るとね車を売るという世界を見ると。 もう新車ではとてててもも車車買えないってあのいつも言っっつ言ますあの車がどういうふうにして作られてそしてどういうふうにして売られていくかってその値段がどうやって決まっていくかとかそういうことを聞くとですねあの新車で車を買うっていうことはもう全然もう私たちは考えられないですとその業界を見てしまうとね なのでそのやっぱり中古車の業界で働いているともう中古でしか車を買えなくなるなんかその業界の、えー、知らないとね新車がいいと思って私たちも新品がいいと思って高くても頑張ってそれを買おうとするんですけれどもやっぱりその中古車の業界とか車のその業界っていうのを見るとやっぱり値段がどういうふうにして上乗せされていってどういうふうにして付けられていくか別にあくどいことをしているわけではないんですけれどもあの、その車の 実際の値段とそれに対して付けられている新車格の値段と、まあ、それによって、えー、その裏側を見ちゃうとねとてもとても新品では買えない新車では買えないっていうふうにして感じているっていうことを話してくれたことがありましたけれども,もまさにその業界の裏側を見てしまうとその業界にいるとね見えてくることがあってでそのことがルルさんを悩ませていくんでしょうけれども先ほど言ったように同時に同時にルルさんが これから恋愛をしたりとか結婚をしたいと思う男性がルルさんが風俗で働いているあるいは風俗で働いていたということを聞いたらやっぱりどこかでねああそうですかと何の思い患いもなくそれを受け入れることはできないかもしれないそのルルさんに対してその愛情があればあるほどね好きであればあるほど。だけれども自分は 男性は風俗にとといくということが許されないでも自分は働いていたしということの矛盾がそこで、まあ、あるわけですねけれども愛情というものにどうせ恋愛をしてどうせ結婚をするんだったら愛情というものを得たいと私たちは思いますよね。非常によくその気持ちは分かります。ルルさんの問題は何かというと男性不信ではなくて 男性依存あるいは、まあ、女性としての子供が欲しいというその思いその思いにとらわれすぎていることどういうことかというとそれだけね男性のことが不審だともう男性は信じられないっていうんだったらまあ今シングルマザーなんでしょうけれどもそのまま自分で、えー、自分とお子さんとで生きていけば いいと思うんですね全然別にわざわざ男性と恋愛をして結婚しなければいけないわけではないけれどもどこかでやはり男性を求めてしまうでしかも同性愛をしなければいけないとか逆に男性がいないのに精子バンクで精子をもらって子供を作るでそれも母性本能と言ってしまえばおしまいですし女性の本能と言ってしまえばおしまいなんですけれども。 男性不信でありながら、そしてまた男性不信であるがゆえに、父親というものを得られない子供をまた作るということになるんです。でそれはあんた男だからそんなことを言えるんでしょうというかもしれませんけれども、女性本能とはいえね、でそれは自分のやっぱり思い。 それがね、非常に最優先してしまっているという状況です当然異性を求めるという気持ちは誰にでもあります私にでもありますだから男性依存がいけないことがあってったら必ずしもそうではないけれどもねルーさんの問題は何でここまで男性にこだわるのかっていった時にね自分で生きてみるということの前に 花から、やっぱり男性と一緒にいるその寂しさとかねやっぱりいろんなことがあった時に聞いてほしいとか受け止めてほしいとか、まあ、その理屈を超えた思いっていうのが当然あると思うんですけれども今の状態で無理やり彼氏を作ったりまた結婚ということを考えたりという方がストレスになるし。 非常ねそれが大きな問題としてね、ねル守さんの中に常に常に考えてしまうということが出てきてしまいます。まもちろん今、42歳ですか、年齢的なところもあって、心配が尽きないとは思います。将来のことを考えたら、もうここで結婚してこなければ、次に子供もできないしね、ねもうあの出産をしていく、妊娠、出産をしていくということを考えたら、もうそろそろいい年だしね。 これれれは最後かかなって言って焦るる気持ちもあるかももあしれませんけれどもだからといってね自分が結婚したいと思う人ができたので結婚をするんではなくて結婚をしたいということが先に来ている子供が欲しいということが先に来ているでそのために無理やり男性と結びついたり無理やり子供を作ったりっていうする必要が果たしてあるんだろうかと それで子供ができたそれで結婚したそれでうまくいくんだろうかっていうことを考えた時にねやっぱりまた男性不信とかそれからまた子育てで自分がこうそのような自分の心が落ち着いていない状態で無理やり恋愛をしてまた無理やり子供を作ってそして自分が母性として満足をしていく。 その時はいいかもしれない。子供ができた時はいいかもしれない。恋愛した時はいいかもしれない。けれども、このね、男性不信ということを抱えたまま、新しく誰かしら、あの、好きな人ができて結婚したってなったら、ずーっと気にしてるわけでしょ。あれ、ちょっと今日は帰りが遅いとか、ほら、風俗行ったんじゃないかとか、他に、あの、彼女ができたんじゃないかとか、もう常に常に心配の人生を歩んでいく、今以上に苦しいという。 状態それが自分の頭の中で男性が風俗に結婚した人が風俗に行ったらどうだろうと自分が風俗で働いていた時にそこへお客さんとして通っていた人たちのようにね既婚者のようにそういうふうな態度で風俗に通っていたとリアルに想像できるわけですよ。もっと苦しいじゃないですか今は想像ですそれが現実になったら。なので実はこのルルさんがまあ男性不信であるということそれは まあ,まあそうやって働いててそう思ってしまったんだったらそれは仕方がないともうすぐには消えないと思いますけれどもそれが問題というよりもその状態でありながらまだこの異性を熱望しているということね男性を熱望しているということでこのことがルルさんの今の心の問題であるということねつまり愛に飢えているということで、そこが大きな問題であるかなと思います ここでねちょっと話をまたあの風俗に戻します。でルルさんはその風俗で働いている働いていたでその時はルルさんは風俗で働くということはそれは性的サービスをお客さんに提供してそしてお金をもらうという仕事であってそれは仕事であって自分の愛情つまり心とは関係ないんだとおそらくね言うと思います。 で、風俗へ通う男性からしてみるとその風俗へ行くということはね自分の性欲の処理であってそれは奥さんや彼女への愛情とはまたちょっと違うんだある男性がですねそれは浮気ではないとその心はやっぱり奥さんを大事にしている彼女を大事にしている。 だけど風俗に行くというのは、それは浮気ではないんだとそれは浮気味なんだとあの身が浮くと書いて浮気味ですと言った人がいますけれどもけれども両者の言い分というのは男性の性欲の強さというものが需要と供給があるけれどそれは愛情、心の愛情とはまた別なんだということですねこの両者が言っていることはだけれど 私はやっぱりいろいろな方々のその双方からの悩みを聞いているうちにやっぱりその性欲にくの処理という面がもちろんあるものすごいその性というのは強いですからね人間の根本的な要求なので強いですからそれに対してその処理をしたいという気持ちそしてまたそれがビジネスとして成り立つでそのことは確かにあると思うんですけどやっぱりそこの背景にですね風俗に行く男性もまた 風俗で働く女性も、そのどちらともね、これは愛情とは別なんですって言いながら、実はどこかに寂しさとか、自分の自尊心の低さとか、何かしら自分の中でね、自分の中でどこかに意識しているしてないに関わらずですね、どこかにね、自分の心の中に、 満たされないものを、やるせないものを、どうしようもない寂しさとか、自暴自棄になっていったり、いろんなものが、いろんなその心の穏やかならぬものが隠されているというふうにして感じるんですね。なので処方箋処方箋ルルさんはね、まあ私はちょっとすぐにその男性を、と結婚するとか、男性と付き合うとか、こう、 寂しさを紛らわすすすために無理にする必要はないと思うんです一人でも生きていけれると一人でも生きていくっていうつもりで生きていってその中でねまた縁あってこの人と結婚したいなと思う男性が現れればその時は結婚なさったらいいと思うんですただその時にねどこかでこの愛ということ愛情ということでそこをやっぱり考えるよりも愛情ではなくてね 慈しみという思いで人を見てほしいんです旦那さんを見てほしいんです慈しみという思いねでその慈しみとは何かその仏教でいう慈悲という心の「慈という部分です「慈慈,慈,慈とはまあもともとの言葉で「滅多」というんですけれどもこれどういう気持ちかと言ったら友達のようにですね その自分勝手やってる我私たち一人一人みんな自分勝手やってるじゃないですか、ね、あの自分も誰にも迷惑かけてないと思いながらどこかで迷惑かけたりしまったりねなんかこう一生懸命あの自分で自分で格好つけて生きてたり一生懸命自分をこう頑張って生きてるよく見せようとして生きてたりとかいろいろその人その人みんなそれぞれ生きてるじゃないですかそれぞれ何とか生きてるわけですよ。 で、その何とか生きているというその生き方を自分もそうやって完璧ではないわがままに生きている部分もあるしいい加減になったんだところもあるしついついサボってしまうところもあるしいろんなところがあるけれどもそういった愚かさもひっくるめてねどこかでねこの慈しみというのは友達として 友達としてというか一個の存在として完璧ではない存在として見てあげる見るということです自分だって完璧な人間ではない完璧な存在ではないがゆえにね他の人もやっぱり完璧ではないと、まあ、できればこういうところは直してほしいということはいっぱいありながら完璧ではないというふうに見ることによってその完璧な 愛情、完璧な理想像を相手に求めるということは非常にやはり相手にとってもストレスになりますしねそうありたいと自分も思ってても自分もそうならないので自分にとってもストレスだったりしますだから人の中にある自分が思う望ましくないところっていうところを強烈に指摘したり批判したり嫌ってしまう人っていうのは実は自分にも厳しかったりします自分の中にも同じようにある自分の中の不甲斐なさとか情けなさとかいろんなものが許せないので でそうするとねやっぱり生きづらくなってしまうんですよですからその男性が彼女がいる奥さんがいるそれなのに風俗に行くっていうことがいいとか悪いとかってそういう話を私してるわけではなくてねやっぱりそこへ行くということはどこかで自分の中に寂しさを感じてたりイライラを感じてたりいろんなものがあったりするわけじゃないですか。ね、でその部分というものをね夫婦であり恋人なり 一人じゃなくて二人で生きた方がいろんな意味で生きやすいということから男女が一緒になって生活をしたり子育てをしたりするわけですよね。自分一人で生きてた方がよっぽど煩わしくないと思うんですよ。楽だと思うんですね。だけれどもそれでもあえていろんなことありましょうが男女が一緒になるということはやっぱりその中に完璧ではないお互いを補い合いながらそしてまた時にね指摘して成長し合いながら ダメなことはダメってこれはこうなのとお互いやっぱりそういう要求ももちろんぶつけていいと思いますでもそういうところをクリアしながらね二人が修行していくってそういう営みが結婚したりとかまた恋愛をして恋人となるということだろうと思ってます。そうでなかったら一人いた方がよっぽどいいわけですしあの、ね、お釈迦様の教団でもそういった煩わしさが強烈に私たちの心を怪我してしまう。 好きだと思って誰かと一緒になったり家,家庭を持ったり子供を作ったりっていうことによって私たちの心がかき乱されてしまうっていうねその心の穢れっていうところを少しでも離れるためにね出家者はその結婚ををせせずずにに、にとか、をせずに修行に励んだわけですねで。トレーニング中にいろんな葛藤にさいなまれたらトレーニングがやっぱりうまくいきませんので、ね、なので。 よりトレーニングをしやすくなるる状態を持って作るためにそういう環境を作るために出家したわけですけれどもけれどもねやっぱりその私たちのこの思いというものをねその心の中の汚れというものがないんだったら男女一緒にいた方が有利だから人間は人間に限りまあ、ね、人間はそうですけどパートナーを作って仲間を作って。 でで生活すするわけですよねでその時にキーワードとなるのが今言った「愛情」ではなくて「慈しみ」という言葉「こ心」「慈という心です。簡単にこれいかないんです。練習しなきゃいけないんです。仏教でわざわざ「慈悲心っていうそのことを言うということはもともと慈悲心をすごく持ってるという状況ではない私たちがそういう状況じゃない。 どうしても愛情というところに引きずられてそして愛が盛り上がっている時はいいけれどもそうでない時にはもうケンケンガクガクやってこんなんなら結婚しなければよかったとかねでそういう状況で苦しむわけですよねでそれが普通なんですそれが真っ当な人間なんですだけれどもそこへですねそのような見方をしていたらやっぱり人間関係がうまくいかなくなってしまうことが多いなので慈しみの心というものを育てましょうということを お釈迦様はわざわざおっしゃったわけですね。努力して育て育育なないいと、これはは簡単には育たないんです慈しみとは何かいろんな人たちを友として見る自分の所有物としての旦那自分の所有物としての彼氏彼女というふうにして見ないということですね。慈ししみとして見る自分も完璧では人間ではない相手も完璧な人間ではない。 とそういうところを踏まえた上で2人がどう付き合っていくのかってそういう付き合い方そういう心を育てていかないとやっぱり関係が続かないくなってしまいますね。ですからどうぞねあの、まあ、私は処方箋としてもう一回結論を整理しますとねあのルルさんは一回そうやって男性不信になってしまったってその気持ちは分かります。けれども その気持ちを、を男性不信をすぐに払拭しろなんてなかなかできませんよね、今は中途半端に誰かちょっとこう寂しい時に男性と知り合ってそしてまたねあのそういう関係になってそして、えー、結婚するとかってことになったとしてもねどこかでずーっと自分の中で疑いを持ちながらまた私の目を盗んで風俗に行くんじゃないの風俗に行くんじゃないの風俗に行くんじゃないのあら行ったっていう感じですよ。ほら、見つけた もっと傷つくだけじゃないですか、ね。なので今の状態で無理に相手を探したりそれから無理に子供を作ろうというふうにして思わん方がいいと思います、ねで。その上で自分でちゃんと自立して生きていくということのすべを考え、ね、その上でね何かしらこの人と一緒にまた会いたいなという人ができた場合ねその人の いろいろな要素がありましょうけれどもその人を慈しみで見たときにあこの人とまた結婚したいなということを思った暁にはまたご縁ができるんじゃないでしょうかどちらにしても今42歳ということで 体も少しね、こう変わってきたり、更年期障害が出てきたりとか、体の不調も出てきたり、自分が歳を取っていくということに対してもこう焦ったり、いろいろするかもしれませんけど、みんな歳を取るんですよ。42歳になって20代の若作りみたいな若作りをしたって42歳は42歳なんです。歳を取るということが決してね、ダメなことじゃないんですよ。それが自然の流れ。けれども、まず今は、 ちゃんとととと自自分分で生きてていいいいいくということを考えなさった方ががいい思いますねそして自,分が自分の心を落ち着けて自分の生活を自分の責任でちゃんと成り立たせていくその自分の生活習慣とか自分の心の状態というものがある程度安定してこなかったら恋愛に進むべきではないと思いますね。 また私みたいな風俗の経験者はずっと独身でいなければいけないんですがそんなことはないです先ほど言ったように人間はみんなな等しく愚かなところがありますもちろん、えー、その風俗に、えー、結婚した相手が行くってそれを知った時にはショックだと思いますよ、ね、本当それはそうだと思いますだからそれをいいとか悪いとかってことは私も言いませんけれどもけれどもやっぱり完璧ではないので。 必ずしも風俗ではないその相手の付き合った男性のいろいろ自分の価値観とそぐわないところっていうのは出てくることがあるってことですね。でもその時にね、あの、はい男性不信っていうことを繰り返していたらそれぐらいだったら一人で生きた方がいいっていうことです。け、ね、どもそれもひっくるめて愚かさを全部よしとはしませんけれどもそこはちゃんと対話を重ねたりねどうしたら夫婦としてうまくいくかということとかどうしたら あの異性と一緒に一つ屋根の下で長いこと暮らすかということでここをですね、修行していくというのはこれからもし異性を求めるのであれば、えー、それはとても重要なところになると思います同性愛になったからといって嫉妬は起きますよ精子バンクに精子を提供してもらってそして旦那さんなしに子供だけ欲しいと思って子供を育てたって同じこと起きますよそうでしょ、子供だって自分の思った通りにはいかないんですもん こ自分自身でさえ自分の思った通りにいかないじゃないですか。ましてや、自分の子供、それが相手が精子バンクでもらった精子によってできた子供で父親不在であろうが、同性愛者の人と恋愛をしようが、同性愛者の人って全然嫉妬しないと思いますすごい大バトルしてますよ。同性愛者の方々の悩みもいっぱいもらいます。同じなんですよ。他人に対して、 愛情を要求するのかそれとも慈しみという目で足りないところを認めながらも何とかマシな人間になろうとしてお互い努力するのかその違いによって大きく人間観とか人間付き合いって変わってきます完璧でない自分その自分がでも何とか生きているわけじゃないですかみんなも一緒なんですよ少しでもいい 人間のようななをしててみんな生きてますそこはわかるじゃないですか自分もそうだからでもちょっとでもマシンな人間になりたいという思いを持ちながらそこを少しでもねこう向上していきたいおそらくそういう気持ちがあられるからこんな私の一問一答みたいな番組をご覧になるんだと思うんですねもっと楽しいエンターテインメントのいっぱい面白いものは YouTube 上でもあふれてると思うのに その中でわざわざ私の番組を見て、こうやってお悩みを届けてくださるということはヒトルルさんの中にね、ちょっとでも自分がましな人間になりたいということを思われている証拠だと思うんですねみんなそうなんです、実はみんなそのようにして、どこかで思っているけれどもそのように生きられないというジレンマの中でね一生懸命自分を守って少しでも自分が損をしないように少しでも自分が傷つかないように とということを痛みを避けて快楽を求めて生きているというのが人間ですから是非その慈しみとという心で人と接するそれを自分の恋人とか未来の旦那さんになる人でない人も含めて職場の人今シングルマザーということなのでお子さんいらっしゃると思うんですけどお子さんに対してもこの慈しみの心というものを育ててね 人と接していく人と関係していくということをぜひなさってみてくださいその先その先にひょっとしたらまた素敵な人と出会って、えー、人間不信というか男性不信というものをねどこかで弱まっていくことがあるかもしれませんということで応援してます。頑張ってください。